海原幸雄は日本の録音技師である。戦前の日活京都撮影所及び戦時統合による大英の成立後も引き続き、戦後も大英京都撮影所で技師を務めた。1919年3月26日、京都府京都市に生まれる。京都市立商工専修学校を卒業し、1935年、日活京都撮影所に入社する。 録音技師として記録に残る最も古い作品は1937年6月17日に公開された池田富康監督の当人、沖地黒船上話であり、同作公開時にうなばらは満18歳であった。同年は、剣劇スター俳優の坂東つまさぶろうが坂東つまさぶろうプロダクションを解散、映画監督の牧野正宏が、 牧野ト器キ製作所を解散し、それぞれ同撮影所に入社した年で、うなばらは同年末に公開された、バンド主演、牧野監督による、正月映画、チケムリ高田のババの録音儀式に抜擢されている。1942年1月27日、戦時統合によって、大映が設立され、日活の製作部門である同撮影所は大映に統合されて、 大英京都設営所になるが、うなばらは引き続き同社に継続入社する。1951年、1953年のキネマ旬報の記事によれば、うなばらは当時技術契約者として大英京都設営所に所属していた。当時の所長は川口松太郎、後に坂井新、監督契約者に伊藤大輔、加藤聡、吉村幸三郎。 安田君よし、安達信夫、絹笠定之介、溝口健治、新藤金と森一世、録音部の契約者には、大谷岩尾、大隅正雄、奥村正宏、中村敏夫が在籍していた。1956年、第11回毎日映画コンクール録音賞を受賞。対象作品は、新平家物語、吉中をめぐる三人の女、残虐物語、 夜の川である。1970年代には、同撮影所が関わった連続テレビドラマの録音を手掛けている。記録に残る最後の仕事は、1976年4月5日、同年9月27日の期間に放映された、勝ち、プロダクション、富士テレビジョン制作による連続テレビドラマ、夫婦旅に来さらば浪人で、放送終了時点での海原は、 五57歳であった。正確な時期は不明であるが、2007年6月に発行された日本の映画時によれば、同所掲載時点ですでに死去しているとされる。すべてクレジットは録音である。東京国立近代美術館フィルムセンター所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記すすべて制作は日活京都撮影所、配給は日活である。 地獄門ポスター。板子出で島吉尾憲法ポスター。特筆以外はすべて制作は大英京と撮影所配給は大英である。ありがとうございます。